県、竹てるきは、埼玉県秩父郡小賀野町出身で、藤島部屋所属の元大相撲力士。本名は、宮本一騎。身長181センチメートル、体重168キログラム。最高位は、西前頭16枚目。得意技は、月押し、血液型は、B 型。小賀野町で、温泉旅館、宮本屋を経営する一家の長男として生まれる。 埼玉県立秩父農高校等学校から教員志向の強い日本体育大学を経て、学会入り。日体大を卒業しての学会入りは、史上初めてだった。大学時代の同期には、同部屋となる柿添えがいる。同じ場所で、初土俵を踏んだ力士に、後の横綱、白鵬や幕内、猛古がいる。幕下付けでの資格を得ることはできなかったが、宮本の試行命で、 初めて番付に乗った2001年5月場所で、序の口優勝を果たし、以降も順調に番付を上げて、翌2002年1月場所では5場所目にして早くも幕下昇進を果たし、四行名も地元の武功山にちなんだ武功山と改める。しかし、その後は度重なる怪我に悩まされて番付は停滞する。特に網膜剥離に悩まされ、左目を3回。 右目も一回手術した。一時は引退も考えたほどだったが、網膜剥離で入院中の2003年9月場所で、大学の同期で同部屋の柿添えが新入幕で、初白星を挙げて行われたインタビューで、入院している宮本のためにも今日は勝ちたかったと、話したのを見て8分。2005年1月場所に3度目の幕下昇進を、果たしてからは、幕下の地位を維持し続け、 じわじわと番付を上げてゆく。しかし、上位の壁は厚く、幕下1桁台に番付を上げては跳ね返されることが、続いた。仕込めを、宮本、武鉱山、宮本武功と改め、2010年1月場所からは、県部に改名、同時に、下の名前も、一期から、照木に改めた。その場所で6勝1敗の好成績を収めると、因果ばっか5枚目以内をキープ。 7月場所では東3枚目で4勝3敗と、勝ち越すも、翌、9月場所は、西筆頭に止め置かれて3勝4敗と負け越してしまう。しかし、西3枚目で迎えた翌9月場所の先週楽に、勝ち越しを決め、場所後に重量昇進を決めた。重量昇進への所要58場所は、学生相撲出身力士としては、花の藤の40場所を大きく上回る、スロー出世。 また、重量昇進発表後に入門当時の師匠であった武蔵川が藤島に部屋を継承したため、武蔵川部屋最後の場所で関取昇進を決めたこととなった。重量昇進時には絶対幕内に上がりたいと意気込み、武蔵川も手間がかかったけど嬉しいと振り返った。新重量の2010年11月場所では西重量13枚目で7勝8敗、2011年、 1>, 1月場所では東重量14枚目で7勝8敗と、負け越すが残留。同年5月起量審査場所では6勝9敗と、負け越す者の,の大相撲やお嬢問題の影響で同年、7月場所は自己最高位の番付を更新、10勝5敗と大きく勝ち越した。また、重量での勝ち越しは、この場所が初めてである。負け越しつつも重両に残留することが多く、番付運には、 恵まれている。同年、9月場所では西十両2枚目で勝ち越し、10月31日に、翌場所での新入幕が発表された。学生相撲出身では、初土俵から所要59場所で入幕を果たした、同部屋の武州さんを抜き、初土俵から所要63場所という、再スロー出世である。また、この場所の同時昇進には、妙義龍、昇法山、佐田の富士、 青山が降り、新入幕力士5人は1950年、秋場所以来およそ61年ぶり、学生相撲出身が、同時に3人入幕は、史上初の出来事であった。ちなみにこのうちの妙義龍も、日体大の宮本である。この場所4勝11敗と負け越し1場所で重量に、陥落したが、それでもその場所の平幕力士で3位となる9本の、検証を受けるなど意地を示した。 2012年1月場所の終わりに、再び網膜剥離の手術を受けている。同年、3月場所は手術の影響で調子が上がらず初日から、6連敗し7日目に休場した。結局、この場所が現役最後の場所となり、翌5月場所の番付が発表された。直後の同年4月25日に、書き添えと共に引退が発表された。 学生相撲出身者のみでありながら10年以上所要して新入幕を果たし、それからわずか半年後に幕下に陥落して引退という極めて珍しい土俵歴を歩んだ力士であった。引退後は実家へ帰り、戦術した温泉旅館にて修行を行い、5年後に家業を引き継ぐ予定としていた。修行開始後の同年8月26日には両国国技館にて、 断髪式を行い、当時お塩川を襲名していた柿添えもハサミを入れた。2015年2月24日、放送分の昼飯旅では、実家の温泉旅館で修行している様子が放映された。2017年5月には土俵の形を模した露天風呂を作ったことが報じられた。同年10月には、秩父市から生放送された NHK の土地マンの本選に出演。 坂本九の上を向いて歩こうを熱唱した。2019年2月16日放送の TBS バースデーでは、自らのアイデアで10頭のヤギと触れ合う、レジャー農園の開園や、大型トラクターを自ら運転して行う、接客サービスなどを行ったことが評価されて、プロが選ぶ日本のホテル、旅館100選の企画部門で入選したことが紹介されていた。 2019新型コロナウイルス感染拡大を受けて、2020年4月は、旅館の売り上げが、例年比で9割減、5月も8割減と、旅館が経営の危機に直面していることが伝えられた。ありがとうございます。